こんにちは。ミカササッカーナビ、ミカサッカー番組 MC の椎名真帆です。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も宗政さんと一緒に広島のサッカー情報をお伝えします。さあ、宗政さん、はい、ワールドカップ閉幕しましたね。はい、私ほとんど見ましたよ。決勝戦もリアルタイムで、見ました見ました。すごい盛り上がりましたよね、決勝戦も。日本の活躍はどうでしたか？やっぱりね、ドイツとスペインに勝ったっていうのがね、もう嬉しかったですね。でもね、一応目標はベスト8だったんですよ。ちょっとそこに到達できなかったんで、この次はね、ぜひ入ってほしいですよね。決勝戦はアルゼンチンとフランスが戦いましたけれども、はいはい、私ね、アルゼンチン好きなんですよ、昔から。で、1回目の優勝はね、1978年だったんですよ、はい、その時まで私学生だってね、下宿のアパートでみんなで一緒にサッカー見たの覚えてますよ。その時ケンペスっていう選手がいてね、はい、もうみんなケンペスの真似してましたよ、練習で。で、この2回目がね、1986年、今度はマラドーナですよ。神の手っていう、知ってます？はい、あの時ですよ。もうあの時はみんなマラドーナってなってましたよ、ね、毎回誰かの真似をするっていうのがサッカー少年たち。そういうことです。だから今回3回目ということでね、今回メッシですよ。みんな真似しますかね？いや、すると思いますよ。子供たち真似してるんじゃないですか、ということで3回優勝ということでね、はい、良かったです。4年後はカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国での開催となりますけれども、はい、チーム数も増えるんですよね。広島からも日本の代表選手が出てくるといいですよね。そうです、そうです、そうです、たくさん出てほしいですね。ミカサカも応援したいと思います、はいはい、さあ、それでは2022年最後のラインナップです。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンは、今年の高校サッカー選手権広島県大会で2大会ぶり17回目の優勝を果たした広島南高校男子サッカー部をピックアップ。サンフレッチェ広島レジーナの選手を紹介するゴーレジーナは、元なでしこジャパンゴールキーパーの福本美穂選手にプレーの強みやこだわりを聞いてきました。その他、広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずは県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は今年の全国高校サッカー選手権広島県大会で2大会ぶり17回目の優勝を果たした広島南高校男子サッカー部を紹介します。いいぞ。選手一人一人の個性をより伸ばしてもらうことと、自分で考えて行動できるような主体性を身につけてもらいたいなと思っています。堅守強攻というチームの伝統もありますので、堅い守備からしっかりいい攻撃につなげていければなと思っております。背番号9番フォワード中谷壮太です。自分の得意なプレーは体の強さを生かしたポストプレーです。自分にとってサッカーとは人生です。今後の目標は全国で優勝し、4年後に必ずプロになることです。背番号4番ディフェンダーの新中裕太です。得意なプレーは体を張った熱いプレーです。自分にとってサッカーとはボール一つでたくさんの人と出会い絆が生まれるスポーツです。今後の目標は全国で活躍する選手になることです。背番号14番ミッドフィルダー藤井斗亜です。自分の得意なプレーはスピードを生かして攻撃に参加することです。自分にとってサッカーとは大好きなスポーツです。今後の目標は全国で通用する選手になります。
背番号10番フォワード藤井隼人です。自分の得意なプレーはカットインからのシュートやパスです。自分にとってサッカーとは幼稚園の頃から始めてきたものなので人生の一部です。今後の目標は全国大会で結果を残すことです。背番号19番ディフェンダー竹本大我です。自分の得意なプレーはロングスローと両足同じようにボールを扱えることです。自分にとってサッカーとは唯一日常を忘れて夢中になれるものです。今後の目標は初めての全国大会で活躍することです。背番号8番ミッドフィルダーの椎原由紀です。自分の得意なプレーはドリブルとボールダッシュです。自分にとってサッカーとはずっと慣れ親しんできたもので生活の一部です。今後の目標は全国でも活躍できる選手になります。背番号2番ディフェンダーの金山海里です。自分の得意なプレーはタイミングのいい裏への抜け出しです。自分にとってサッカーとは唯一熱中できる趣味で生活の一部です。今後の目標は全国で活躍できるプレイヤーになることです。背番号25番ディフェンダーの唐崎人です。自分の得意なプレーは1対1のディフェンスです。自分にとってサッカーとは両親がくれた最高の趣味です。今後の目標は全国で1秒でもピッチに立つことです。背番号23番ミッドフィルダーの高橋優馬です。自分の得意なプレーはドリブルと右斜め45度からのシュートです。自分にとってサッカーとは生活から切り離せない大切なものです。今後の目標は全国大会のピッチに立って活躍することです。背番号1番ゴールキーパー大城はじめです。自分の得意なプレーはチームを失点のキックから救うシュートストップです。自分にとってサッカーとは大切な宝物です。今後の目標はチームを全国で勝たせることです。背番号3番ディフェンダー三浦祐希です。自分の得意なプレーはフィジカルを生かしたディフェンスです。自分にとってサッカーとは自分の生活の中で一番大好きな時間です。今後の目標は全国の舞台で活躍することです。サッカーを通して、一つのことをやり遂げれば絶対何事も達成できるんだというふうに思ってもらいたいですし、サッカーを通して人間的に大きく成長してもらいたいなと思っております。広島南といえば本当にもう全国大会で優勝経験もある強い学校ですよね。そうですよ、だから有名ですよ、うん、日本中でね、はい、そしてその全国大会なんですけれども、広島南が1回戦で戦うのがなんと前回の王者青森山田高校ということで、いいんじゃないですか、早くあの強い相手を叩いておくということでね、はいはい。これについて広島南の小熊監督は、日本が初戦でフランスと戦うような気分ですとワールドカップに例えてお話しされてましたけれども、そうですね、だけど今はね、情報が入ってくるじゃないですか、映像とかいろいろしっかりね研究してね相手をで戦えば、もう絶対勝てると思います。ドイツやスペインを破ったサムライブルーのようにこう勝ってほしいですよね、はい、同じようにやってほしいですね。そしてこのアルムンドなんですけれども、はい、嬉しいじゃないですか、はい、全国大会でね、大会試合級ですよ、そうなんですよ、また全部の試合で使われるということで、はい、三笠をね全国に広めるということで、はい、いいですね、皆さんもそこに注目していただきたいと思います、はい、以上情熱イレブンのコーナーでした。三笠っ子続いてはサンフレッチェ広島レジーナの選手を月替わりで紹介するゴーレジーナのコーナーです。今回ご紹介するのはゴールキーパーの福本美穂選手です。福本選手はサッカーの強豪神村学園高校を卒業後、岡山湯野ゴーベルやアイナック神戸レオネッサ、チェフレ AS エルセン埼玉などを経て昨年レジーナに加入しました。日本代表選手としても多くの試合で活躍し、経験も実力も兼ね備えた福本選手、どんなお話が聞けるんでしょうか。インタビューをご覧ください。まずはサッカーを始めたきっかけから教えてください。はい、きっかけは2つ上に兄がいて、で兄の影響を受けて始めました。へー、何歳から始めたんですか。小学校3年生です。キーパーは本当嫌いだったんでそうなんですか、はい、なんでです。いやもう本当点取られるのがもう悔しすぎるじゃないですか、うん、だから
なんかキーパーだったら6年生とかの試合にも使ってもらってて、でもう決められたらもう必ずもう泣いてボールを出してて、でもお姉ちゃんたちにもう美穂泣かなくていいんだよみたいな感じで言ってたけど、本当悔しくってもう嫌いでした。そこから自分はゴールキーパーだって思えるようになったのは、やっぱキーパーが楽しくなりだしたのは、やっぱまあ中学校入って九州選抜であったり日本選抜にも呼んでもらったりして、その時にやっぱりこう強い選手と戦って、でそこでこう、まあ、自分の力というか、まあ、シュートを止めれたり、まあ、背後のスペースケアできたりっていう時ですかね。へー。でサッカー選手になろうって思ったのはどのくらいです？まあ、ずっとサッカーはやりたいなと思ってて、でもなんか小学校の時とかはなんかサッカーに携わる仕事がしたいみたいな感じで書いてて、でやっぱり中学3年生の時に日本選抜に初めて選ばれた時にこう世界と戦って、まあ、全く通用しなかったんですけども、こうもっと上を目指してやりたいなって思ったのをそこからですかね、やっぱり。でサッカー選手になっていろんなチーム行ったり代表も経験して、そんな福本選手が WE リーグができるって聞いた時ってどんな心境でした？やっぱりこう、まあ、これまで仕事をしてサッカーをするっていうのが当たり前の世界でも長いことやってきたので、もうプロリーグができるっていうのは本当にこう、まあ、時代も変わってきたなっていうか、本当に楽しみでしたし、本当嬉しかったです。ね、きっとそうですよね、はい、その中でデジーナを選んだ、行きたいって思ったのは何でですか？まあ、クラブ自体はすごくしっかりしてるんですけども、まあ、メンバーも含めてもう何もない状態からスタートできるっていうので、まあ、そんな経験、まあ、人生においてなかなかないなと思って、行きたいと思って決めました。福本選手の自分のプレーの強みってどんなところだと思いますか？まあ、自分自身本当に上手な選手じゃないんですけども、仲間と協力してゴールを守る、ここは強みかなと思います。みんな思ってると思いますけど、声、コーチングあすごいなって本当思いますけど、もともとそう声出す選手だったんですよ。代表の時も、まあ、細かく声を出すようにっていうのは、まあ、指導もされてましたし、まあ、自分の強みは何かって言ったら守備範囲を広くするっていうこと でそのためにはディフェンスと協力してゴールを守らなきゃいけないの でそのためにはやっぱりコーチングがすごく必要になってくるので、まあ、そこから本当にコーチングの質であったり、タイミングであったりいろいろ考えて、やるようになりました。コーチングの時に意識していることってどんなことですか？もうなるべく早くいい情報を予測して伝えることですかね。すごい端的ですよね。いやちょっとたまに長くなっちゃうんですけども、やっぱりみんなも一生懸命動いている中で、引き取るっていうのもすごく難しいことだと思うんですけども、やっぱりみんながこう動きやすいように引き取りやすいように声を出すことは意識しています。で福本選手はこのチームでは一番年上じゃないですか。こう自分の役割とかはどういうふうに感じてます？いい時もあったり悪い時もあったりすると思うんですけども、そのやっぱり悪い時に何ができるかっていうところがすごく重要だと思うので、もういい時はみんなのびのびやらしてたらいいというか、ダメな時にこうちゃんと考えて行動できるようにすることを意識しています。でも昨シーズンは最初は試合に出れなくて悔しくて、で後半出れるようになったじゃないですか。こうどういう思いでずっとこうベンチでいました？まあ、出て満足ではなくって、出させてもらった時にちゃんと仕事ができなきゃいけないので、もう年齢も年齢ですし、本当毎試合ラストの試合だと思ってやってます。一つ一つが本当に大切ですよね、はい、もう今日も明日も、まあ、もしかしたら大怪我するかもしれないし、まあ、本当にいろんなことを経験させてもらって、まあ、ずっと一番手で長い間チームの中心でいた時もありますし、まあ、ずっとサブの時もありましたし、
じゃあ代表に行って3番手の時もありましたし、本当にたくさんの経験を今まで積ましてもらったんで、もう試合になってもうこの役今日はもうこれってなったら、もうそれをできる自信はあります。でもそれってすごい大切なことですよね。こういろんな思いはありますけど、うんうん、もうその思いを持ち出すというか、思いは一回置いといて、うん、もう自分の役割に徹するというか。私も年を重ねてきたんで、すごくなんか染みるものがありますいろんな思いがありますよね、はい、そうですよね。まあ、私もサッカーを始めて、もう今までこうやってられるのはやっぱりもう楽しい、もうそれがもう一番なので、なんか結果とかそういうのにはあまり気にせずに、もう毎日楽しんで、なんかもうどんどんチャレンジしてほしいなと思います。なので思いっきりサッカーを楽しんでください。応援しています。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いてはミカサッカーニュースです。広島女子サッカーの名門 AICJ 高校3年生の桑原愛選手が、県内の高校生としては初の B リーグプロ契約を交わしました。桑原選手が入団するのは昨年の B リーグチャンピオンのアイナック神戸レオネッサです。これまで支えてきてくださった方々に恩返しができるよう、トップレベルの環境で自分のストロングポイントを生かして頑張りたいと思います。桑原選手は東広島市で育ち、10歳の時にサッカーを始めました。中学生年代から AICJ 高校の下部組織に加入し、早くからレギュラーを勝ち取るなどして注目されていました。 AICJ 高校は4大会連続で全国大会に進む功績を残していますが、桑原選手は副キャプテンとしてチームに大きく貢献してきました。私のストロングポイントはスピードを生かしたドリブルと背後への抜け出しです。若さを生かしたっていうのもあれなんですけど、やっぱり若いのは短所にも長所にもなるというか、若いからこそできるプレーもたくさんあると思うので、若さを生かしてスピードであったりドリブル技術を生かして勝ち取りたいと思います。会見後にはサッカー部の後輩からサプライズで花束とエールが送られました。広島を代表して気づかんじゃん。すごいですよね、昨年度のウィリーグチャンピオンシップです、はい、そこに入ったっていうことはね、本当すごいですね。嬉しいニュースですね。おそらくね、競争が激しいとは思いますけど、とにかく自分の得意なところをね、はい、出してほしいですよね。でもレギュラーに食い込んでほしいなと思ってます。若さを生かしたプレー見せてほしいですね、頑張ってほしいですね。来シーズンレジーナとの試合で桑原選手との姿が見られるかもしれませんよね。広島で見たいですね、はいはい、楽しみです。続いては第31回もみじレディースサッカー大会の話題です。広島の中学生以上の女子チームが参加できるもみじレディースサッカー大会が12月11日秋郡熊野町のゼロバランスフィールドでありました。今年で31回目となるこの大会には全8チームが出場。この日はトーナメントを勝ち上がった2チームが優勝をかけて戦いました。自分たちで距離感をいつもより短くして三角形を作る意識で頑張ってきました。今回も決勝までここまで来ることができたので、最後まで頑張って戦いたいと思います。もう自分たちのサッカーをするために日々練習してきたので、絶対勝って4年生にプレゼントできるようにみんなでチーム一丸となって頑張りたいです。両チームとも勝てば大会初優勝です。グレーのユニフォームが今年の皇后杯県予選で優勝した高校生主体の福山ローザスレディース、
青のユニフォームがここまでの戦いを無失点で勝ち上がった文教大学です。前半5分、文教大学9番川島選手のロングシュートで先制。絶対に決めて優勝してやるぞっていう気持ちで切りました。あんまり最近点決めてなかったんで、久しぶりに点決めれてよかったなと思いました。その後両チームとも攻撃の手を緩めることなく積極的にゴールを狙いに行きますが、得点には結びつかず、前半の1点がそのまま決勝点となり、文教大学が大会初優勝を飾りました。チームのために頑張れたことが結果として出たので嬉しく思います。1年間いろいろ試合をした中で一番いい試合で勝ち切ることができたので本当に嬉しいです。さて続いては2024年の開業が待ち遠しい新サッカースタジアムに関するニュースです。今回は宗政さんがスタジオを飛び出して工事の進捗具合について聞いてきました。宗政です。今日はスタジオを出て、市内の川辺に来ておりますけれども、なんとこの後ろに見えるのが新サッカースタジアムです。今日はその新サッカースタジアムについて、広島市の中村さんに来ていただきましたので、いろいろお話をお伺いしたいと思います。それではね、新スタジアム、完成まで約1年となりましたけど、現在 の進捗状況ちょっと教えていただきたいんですけれども、現在スタジアム本体の構造体を作るような工事を行っております。具体的にはスタジアムのメインスタンドとなる北西側から進めております。で、現在屋根がかかっているように鉄骨の骨組みを組み立てるような作業を行っております。また南側のホームスタンドでは3階の柱や床などの工事を行っております。今一番の上で何階ぐらいなんですか、建物で言ったら。今建物の高さで言いますと、はい、一番高いところで言いますと5階の床レベルになっております。ずいぶん高いですね、はい、あと何階まで行くんですかね。こちらの建物が、はい、メインスタンドについては7階まで、7階、はい、さらに上に上がっていくようになっております。そして来年の春頃には屋根をかけ始め、夏にはフィールドの天然芝の工事を始める予定です。そしてスタジアム工事本体としては約1年後となる2023年12月のスタジアムの工事完成、翌年2024年2月の開業を目指し順調に工事を進めております。このスタジアムの特徴とかはどうなってますでしょうか。このスタジアムの特徴としては、まず第一にピッチと観客席との距離がこれまでのスタジアムよりも格段に近くなっております。臨場感のある観戦や選手との一体感を味わえるスタジアムとなっております。また全ての観客席が屋根で覆われていて快適な環境で観戦することができます。そして3階のコンコースはマツダスタジアムと同様にスタジアムを一周することができ、どの角度からもピッチが眺められるとともに、とても回遊性が高い計画となっています。さらにサッカーファン以外の方にも楽しめる仕掛けを設けています。例えばグループで楽しむことができるパーティーテラスなど、多様なシートバリエーションを計画しており、誰でも楽しんでいただくことが可能な計画としております。またスタジアムの設備としては光や音による演出が可能な装置を設けるほか、オリンピック会場となった新国立競技場と同じ大きさであり、サッカースタジアムでは国内最大となる大型ビジョンやコンコースにサイネージを設けることとしており、観客が一体となりワクワクさせる仕掛けを計画しております。そして建設場所の特徴としては、全国でも稀に見る都心に立地する街中スタジアムとなっております。ここは本当ね、市内の中心部にあるんですけれども、本当立地や交通の便いいと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
そうですね、こちらも全国でも稀に見る都心に立地しているため、 JR、アストラムライン、路面電車、バスなど各方面から多様な交通手段によりご来場いただくことができます。まあ、新サッカースタジアムがね、こう完成するわけですけれども、広島の街がね、どういうふうになってほしいか、その点いかがでしょうか。スタジアムが開業する2024年は、宗松さん、はい、サッカー協会、そうなんですよ、よくご存知で、100周年なんですよに加え、はい、翌年は被爆80年になります。広島の新しいシンボルとして次世代につなげていけるような魅力あるものになればと期待しております。今回のワールドカップでも選手と観客がこう一体となるようなスタジアムにもなっておりましたので、そちらを目指して選手と観客が一体となるようなスタジアムになればと思っております。もう広島の魅力が倍増するんじゃないかなというふうに思ってます。だから野球でね、マツダスタジアムがあるじゃないですか、はい、まあ、そこのいろんなこういいところがね、取り込まれてますよね。同じような感じで今度は新サッカースタジアムも回遊性とかね、いろいろあって非常にいいですよね、開放的で。今回は番組宛にお便りをいただきましたのでご紹介させていただきます。東区にお住まいの62歳の女性の方からなのですが、前回の放送でお送りしたシニアサッカーの話題をご覧になってメッセージをくださいました。この方、子どもの頃にお父様とサッカーを楽しんでいらっしゃったんですが、その頃はまだ女子サッカーというものが普及しておらず、サッカーはプレーするのではなく見て楽しむものだと思って生きてこられたそうです。最近体験スクールに参加するなどしてサッカーに触れ合うようになったとのことですが、前回のシニアサッカーの話題を見て、私のような人が楽しめるサッカースクールなどはどこかありませんか、情報が欲しいですとお便りをいただきました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実は前回私金太と対談したと思うんですけれども、はい、これから信者の交流会をどんどん進めていこうということで、はい、2023年の5月にですね、はい、広島で信者交流会をやろうという話になってます、はい、ですからまたこの番組でね、そういう詳しいことをお知らせしたいと思いますので、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。女子サッカーも、はい、大丈夫です。お、それと、まあ、広島市内にも女性のチームが、うん、まあ、何チームかありますので、その情報をね、はい、ぜひこちらからお届けしようと思いますので、はい、ちょっと楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、こういうふうにお便りをいただけるの嬉しいですよね、はい、嬉しいですね。どんどんお便りお願いしたいと思いますね、はい、お願いします。お待ちしております。さあ、ということで宗政さん、はい、今回が2022年最後の放送なんです。いや、早いですね。この前なんか終わりですねっていう話してたと思うんですけど、もう1年経ったんですね。そうなんですよ、早い。はい、2022年、うん、どんな1年でしたか。この1年何やったのかね、覚えてないですね覚えてないぐらい忙しかったですね。いろんなことがありすぎて、本当、うん、ま、覚えてたワールドカップ見たことぐらいですね最近の話ですね、そうですね。椎名さんはどうでした、この1年間。私は2022年4月からこのミカサッカーの MC を、広島に来られたのが2021年、はい、2021年ですに来られて、はい、1年ぐらいしてでこのミカサッカーの MC をされたということですか。そうなんです。なので本当にこの1年はサッカーのことをいろいろ学んで、広島県のサッカー情報をいろいろ学べて、この前も宗政さんと一緒にこうレジーナの試合を初めて観戦して、とても楽しかったです。どんな感じだったです。やっぱりゴーレジーナの特集で選手の素顔を見ているので、応援に力が入りました。そうですよね、はい、あの選手だ、あの選手だって言ってましたよね。あーって、もう頑張ってくださいっていう気持ちでまた見に行きたいなと思います。あ、そうですか、はい、さあ、ということで来年もよろしくお願いします、はいはい、こちらこそよろしくお願いします。では2022年最後、いつものポーズでお別れしたいと思います、はいはい、せーの、ミカサッカー、また来年。